この枠入りがどうやら完了しました。ゲート開いた、スタートを切りました。正面スタンド前、第一コーナーへ向けておよそ400メーター近い先行争いに移ります。さあ何が出ていきますか。赤い帽子は堂島無敵、デビューから2連勝富山厩舎です。小島貞弘、そして5番のアンバーライオンは田所です。堂島無敵が先頭です。アンバーライオン2番手、そして京成杯2着惜しかったインターマイエー黒い帽子、これが3番手。4番手以下ちょっと離れました。第1コーナーゆっくり右手のカーブ取っていきます。11頭です。先頭に立ったのは堂島無敵、目下2連勝中、無傷であります。そして2番手に5番のアンバーライオンがつけています。その後ろ2番のインターマイエーが3番手、その後方は7馬身から8馬身切れました。ステージチャンプ中1周で登場でありますが、これが4番手。そして岡部のビンゴエイブルが5番手であります。その後ろも3馬身切れました。インコース4番の桜ポイントを中野英二が行っています。ピンクの勝負服3A キットがそのアウトコース、その後方から1番キサラゲ賞を勝った辻ユートピアン白い帽子、そしてその後方でありますが6番のメジロシャガールが行っています。メジロシャガールが行っている、そのアウトコースに成田大進と竹、そしてウィニングチケットは最後方からレースを進めています。3コーナーにかかる前3頭は固まってきた。しかし依然として堂島の敵が先頭、赤い帽子の堂島が先頭、そしてアンバーライオンが2番手、そしてインターマイウェイ3番手。さあ後続各馬ですが、まだちょっと3頭とは差がある、また3頭とは差がある。ウイニングチケットがスッと上がってきている。ウイニングチケットがいいところまで成田大進と一緒に上がってきている。残り 400m の標識を切る赤い帽子堂島の敵、わずかに先頭、そしてアンバーライオン、外の方から暗い帽子インターマイウェイ、さあウイニングチケット大外、成田大進一瞬と一緒に追い込み体制であります。白い帽子辻ユートピアも伸びてきた。残り 200m 切った。ウィニングチケットがわずかに先頭だったが、ウィニングチケット辻ユートピア内をついた7番のステージチャンプであります。さあウィニングチケットがステージチャンプか、ウィニングチケットがステージチャンプか、成田大進も追い込んできているが、ウィニングチケット、ウィニングチケットであります。ウィニングチケット柴田正人、休みを挟んで4連勝。この中山の 2000m は強い。